今日の御言葉、マルコの福音書10章23節から27節。イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。金持ちが天国に行くのは非常に難しいことです。なぜか、財産、お金というのは神様を見えなくするからです。私たちの心にはぽっかりと穴が開いています。虚しさという穴です。この穴を完璧に埋めることができるのは神様ただお一人です。しかし財産、お金持ちはその心のぽっかり開いた穴を財産、お金、またそれによって得られる所有物で満たそうとします。本当は満たされていないのに、本人は満たされたつもりになります。しかし、そういったもので心を完璧に満たすことはできません。結局、次のものが欲しくなり、また次、また次、また次、もっと、もっと、もっと、というふうに際限を知りません。結局、財産、お金、所有物では私たちの心は満たされません。私たちの心を本当に満たすことができるのは神様、イエス・キリスト、聖霊様、ただお一人です。だからこそ金持ちは天国に行くのが難しくなるんです。私たちはどうでしょうか？神様を本当に求めているでしょうか？それとも財産、お金で何かを得ようとして、それで心を満たそうとしてはいないでしょうか。それらでは私たちの心は完璧に満たされません。財産、お金、所有物はあなたの目に覆いをかけます。その覆いはあなたを神様から引き離します。その覆いを取り去って神様だけを求めていきましょう。神だけを求める者は永遠の命を受けます。All for Jesus.